この三年二期目ということに関しましては本当にもう全力を尽くすこれまで以上に全力を尽くす所存でございます。はい、こちら見ていただいてます。OK だったら教えてくださいね、金田さん。いかがでしょうか。はい、こちら OK。もう一方どうでしょう。はい。はい、こちら。衆議院議員、串渕真里衆議院議員。 ので、もうしばらくお待ちください。山本太郎候補の当選が決定いたしました。山本太郎候補おめでとうございます。ここからの3年ですね。本当に勝負だと思ってます。これまでの3年も勝負でした。でもここからさらに、えー、社会的な状況を大きく動いていくと思います。かなり、えー、きな臭い空気の中で社会が進んでいき、えー、疲弊が、えー、進んでいく。 かなり地盤沈下も進んでいった中で、人々がかなり急増するような状況が、えー、広がっていくだろうということに関して、やはり私自身が舵取りを行いたいという強い思いが、えー、皆さんに伝わった、そこの気持ちをくんでいただいたというふうに思っています。代表選を行う前に、えー、プレ投票的なことを行いまして、単独代表にするのか、共同代表にするのか、結果、共同代表制を敷くことになりました。 明日記者会見を開きたいそう思っていますそこでまず、えー、共同代表、えー、誰にするのかということを発表するという予定でございます。今必要なことは何かと、徹底した積極財政で、失われた30年をみんなで取り戻すんだということを、やはり私たちが求めていくことが必要、何よりも、えー、ある意味で現在、野党の中も、えー、経済政策というのは、ある意味で骨抜きです、財務省に骨抜きにされたような内容しか発表できてない、これじゃあ誰も救えません。 やっぱり今必要なこの国に大胆な積極財政その経済政策を訴えられるのは私たちだけだという自負がありますこの少しでも少なくとも野党の中にもしっかりと骨のある経済政策というものをビルトインしていくために努力をしていきたい国会自体がこれは体制抑散状態になりつつあるということをすごく懸念していますそこにたとえ数は少なかったとしても地べたを這いつくばってでもそこに抵抗し続けるという 令和新選組にこそ今存在価値があるんだろうとだから地方選でその先の選挙で私たちが一議席でも多く獲得していくことは非常に重要なことなんだろうとそれまでの間は今このようなことが行われているという危険性に関して多くの人々にそれを伝えるという役割を国会の中で担うことになるであろうということです令和を全国で支援してくださっている方々その方々とのパイプを太いものにしていくこれは47都道府県の中で えー、来年春の統一地方選、ここに私たちの看板を背負い、戦ってくれる人を議員にして、議員が生まれたところからは、これは支部、もしくは支部に準ずるという形で活動を広げていくということを実現していきたいと、そう考えています。